する。すげえ届いてる。本当に。竹丸さん声めっちゃ聞こえないかも。確かに幽霊みたいな。な、なに、え、なに、どっちのやつ、ネタ、これ、電子音みたいな録音してるやつだぞ、今録音してんな、わかんないやつだ、録音か。遅い、直すな、おぼ、遅い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 、好きにしたかった、なんだあいつ、急に、あーあー、あー、そうか、何こいつ、なんだこいつ、なんかあれだな、ちょっとおいしそうだから、いやですね、でもちょっとなんか、まもうちょっと聞きたいから、もうちょっと聞いてからつろうか、もうちょっと泳がせたい、逆にちょっとあの限界こぼせる、あの危機感を感じさせた時に何を言うのか気になる、はい、出た、夏いな、釣るか、釣るか、これ懐かしいな、あ、もうインポスター切っていいぞ、なんだあいつ、あ、録音ガスだ、いや、録音してないですよ、おはようございます、メッさん、お酒って何飲んでるんですか、お酒は、ギードのやつ、死んで、あれ、あれ、メスターさっき言ったの、ボタン、ボタンちゃった、貨物だ、扉側の方で死んでた、貨物の扉開けた方の、もうすぐ直近でベッドの隣死んでた、その前にラウンジで影丸さんとすれ違った、ラウンジが、どうなの影丸さん、これはマジ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 、おい、真面目やれ、殺すぞ、おい、メッサン殺すぞ、なんかシンプルにすげえな、かけまる、なんだこいつ、どうした、なになに、いや、録音してないですよ、いや、録音してるだろ、この声録音してるだろもう、影丸つっていい、もう、うぜえなぜこいつ、わかる、うぜえこいつ、うぜえぞ、ちょっと喋る、いや、でも、僕違うんで、お前が殺すぞ、ちょ、待って喋っていいよ、おい、待って、今の声だ、影丸さん戻ってきたから、ないんすけど、今のなんか、え、クロムじゃね、なんかクロムっぽかった、ね、いや、影丸ですよ、影丸ですよ、クロムやん、いるやん、今後ろに、いいじゃん、絶対、これクロムだろ、いや、議論しましょう、ここはちゃんと真面目に議論したいです、え、どこモーフィングしとんねん、完全にクロムじゃんか、要素の影丸です、要素の影丸です、ちゃうやんけ、要素の影丸です、影丸どこ行ったんだよ、いや、完全にあ、ヨウソロヨウソロ、いや、ヨウソロだね、え、影丸ですよ、ヨウソロって言うんだから影丸でしょ、クロムじゃん、ヨウソロ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 、そんなに言わねえよ、影丸は、いやいやいや、影丸といえばヨウソロでしょ、クロム君の真似してみてよ、人間界の諸君ごきげんよう、我が家族が魔界公職似て、最近練習したんですよ、最近クロム君のモノマネ、僕練習したんです、最近モノマネの練習したんですけど、似てますか、野田美さん似てました、あげまるですよ、僕は、え、ん、あ、ほら、リアクター直さないと流れてた、なんかリアクター直さない、うるせえ、はい、うん、ローラーでいい、ローラーでいいんだ、ローラーでいい、ああ、そうですか、いいよ、了解です、かげまるどう思う、どうしますか、いや、難しいけど、これはローラーでいいんじゃないですか、ここはお前か、かげまる的にはローラーでいいと思います、かげまる的にはお前よそろよ、何しろか一応押します
はい、ナイス、ナイスボタン、ナイスボタン。これ影丸的にはナイスボタン、影丸的にナイスボタンですそっか、俺セリフなのに釣られるか。いや、俺ね、ノッチさん釣んなくていい理由が1個あるわ。さっきの黄緑の人がこの村バカって言ったからちょっと腹立ったから死んじゃん、死んじゃん。ヨソロ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 。カイティ？ヨソロ？ヨソロ？ヨソロ？本当にヨソロ？ヨソロ？ヨソロヨソロ。ヨソロ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 。え、もうジャッカルいないの？もしかして。うわ。あ、よかったよかった。あなたがずっと話してた。隣の男。誰だ？影丸？影川。影川影ゲーム？私よ。嫌いだ。ため息くさ。ため息してるよ。でものちさんよくセリフ取ったりしようと思ったね。すごいよ。なんか昇降機ね。切りたくなっちゃって。うん、あ、だってネロちゃんが。そういうことかよ。おい。いや、俺を切りやがってよ。だったらできるかと思って。いや、そこだったらできると思って。ポンズ野郎なんか切りたくなっちゃってさ。それそういうことですか。シンプルに。言わず切ってくると思いませんでした。反応するか。いや、横に行ってから上からわざわざやったり。あのね、メスさんとポンズ野郎ってちょっとね、同じなんですよね。なんか似てるんですよね。切りたくなる。そうで、ジュアンが切りたくなる。この二人。切るなよ。ソーリーナツピョン、ポンズ野郎切りたくなっちゃった。切りたくなって切っちゃった。いいと思います。いいと思う。そう、ネタでパカピ言ったんだけど、言っちゃダメだな、やっぱり配信者として。ごめんなさい。なんかやってる。絶対バレる。その切るわ。おお、決まった。決まった。決まった。バレンタスルーした。おお、スルーした。スルーしたぞ。スルーする。スルーするの、これ。みんなスルーした。これ三人三したよ。クロマル。普通にクロマル。終わった。普通にクロマル。クロマルや。終わった。うわあ。素晴らしい。めっちゃしんどるか。面白い。おお。いや、うんで勝つんかい。いや、今直しました。勝つ。しんのさん左。俺めちゃくちゃ払いたいから、ババ行きたいんだけど、ちょっといや、行ってきていいんじゃないですか、行ってきていいんじゃないですか。ちょ、違う、そっち、あ、もうやめろ、それ以上触れるルカ、ワンオンワンやらせてくれませんか。ワンオンワン、ダメだ。影丸さんは、この場面で俺を釣って終わらそうとしてるんですよ、この人は。逃げやがって。ヨソロ、男なら堂々とさ。おお、男なら堂々と勝負してやるよな、シュンネ夏ピョンに入れて。イエイ。ヨソロ。ふざけんなお前。ふざけ。おい。それは無理だ。おい、どっち？お前。なんで勝つんだよおめえ。なんでドッキリで来てくるな、勝つんだよ。というわけで、というわけで影丸さんの雑な録音のやつかと思ったら
実は中身が黒川クロムドッキリでしたドッキリにもなってる、ドッキリにもなってる、ドッキリ、いやもう、序盤で分かってる、これ、のっちさん、あの、これ面白線から言う、あの、出禁ってことでやめてください、やめてくださいダブルデッキ、ダブルデッキ、ダブルデッキでね、もう、俺の話しかできないよ、そういうの、マジで中野さんの村だからいいかなと思って影丸さんにあの放送見てたんですけど、影丸さんにいや面白かったんで全然影丸さんに中身黒川クロムドッキリしませんかって30分前あ、この村じゃなかったら絶対やってなかったんで、野津さんちょっとお腹痛いから先落ちるわ、ごめんなさい。あ、じゃあ次からもう黒本影丸二度とここでやらないと